ようこそ、データサイエンス研究所へ。はい、えっ、ー、と、今回はですね、配列の基礎について解説していきたいと思います。はい、えっ、ー、と、今回はですね、配列の基礎ですね、配列の基礎と、配列とオブジェクトと、配列のメソッドについてやっていきます。流れとしては、ま、こう、環境構築してからの実装ですね、解説していきたいと思います。 データサイエンス研究所。はい。それではソースコードですね。まあ、前回、前々回同様、リポジトリからまあコードのダウンロード ZIP で、ZIP ファイルダウンロードしても、まあ、GitClone でダウンロードしても、どちらも構いません。で、そしたらですね、VS コードでダウンロードしたファイルを開いてもらって、で、今回扱うファイルはこの3のアレイの中の、まあ、1、2、3ですね。3つのタイプスクリプトオブジェクトになります。 で、リードミーファイルなんですけど、こんな感じになってて、まあ、いつも通りですね、それぞれのタイプスクリプトファイルをコンパイルしてから、ノートで実行する。で、これ以降はですね、あの、実際にそのコードと実行結果を確認していきます。はい、そしたらですね、まず配列の基礎なんですけど、まあ、配列はこんな感じですね、複数の値を入れる型になります。例えば、太郎、二郎、五郎をあれ1に入れるという感じになります。で、これの型の定義の仕方ですね、 例えば、こんな感じで、まあ、コロンの後ろに今まで通り型を定義するんですけど、このストリングカッコっていうのは、中身が全部文字型の配列になります。で、ナンバーカッコだと数値ですね。で、2つ以上の,あの型を定義したい場合は、こんな感じでカッコで、あとはこの縦で、またはを使います。ブーリン、またはナンバーですね。で、新月とその数字どっちも入れられる型の型の定義になります。 で、ちょっと変わった型の定義の仕方があって、こんな感じで、アレイのこのカッコで、ナンバーって定義すると、数値型の配列を表すことができます。なので、このナンバーカッコと、このアレイナンバーは同じ意味を表します。はい。でですね、この配列に関してはですね、まあ、アレイ4に対してやってるんですけど、まずアレイ4そのままやると、こんな感じで配列が出てきます。で、0123って値を参照することができて、 まず0はフォルスですね。0スタートです。1は2で、2はトゥルーですね。で、3はアンデファインドになります。だから3は何も入ってないので、アンデファインドが返ってきます。で、次に、こんな感じで、値を変更することができます。はい。アレイの4の2番目の項目を100に変えると。で、もう一回アレイ4を表示させると、こんな感じで2番目が100に変わっていることがわかります。で、これでもちろん、この代入時に、 ここで定義した型じゃないやつを入れたらエラーが出てきます。はい。そしたら続いてですね、あの、リードオンリーなんですけど、この型の左にリードオンリーをつけることによって、もう読み込みしかできなくなります。なので、さっきみたいにこの代入処理っていうのが行えなくなります。で、次に、あの、オブジェクト型を中に入れることがよくあります。はい。こんな感じですね。まあアレイでカッコの中に、そのオブジェクトの型を定義して、こんな感じで、 配列の中にオブジェクトを入れることができますで。もちろんこのアレイの形式じゃなくて、カッコの手前に型を書いても大丈夫です。で、続いてですね、スプレッド構文なんですけど、まあこれオブジェクトでもやったんですけど、こんな感じでナンバーの3、4。これアレイ8に3、4を入れて、このアレイ9に1、2の後ろにこのアレイ8のスプレッド構文ですね。ドット3つ置いて、でアレイの9を表示させるとこんな感じで、1、2の中にアレイ8の 3,4を入れることができます。で、次にタプルっていうのがあって、これ Python のタプルとちょっと違うんですけど、長さと型が決まった配列だと思っておいてください。なので、こんな感じで、ストリングブーリンっていう感じで、この文字型と新技値ですね。で、これ全部指定します。で、これ名前も指定することができて、例えばこのストリングにネームで、ブー o l にフラグっていう名前を付けることもできます。ただこれ、あの、見やすくするために付けることができるだけで、 別にこの名前で参照することはできません。なので、まあ、タプルはこれですね。長さが決まって、型が決まってる配列だと思っておいてください。で、続いて、フォーブンなんですけど、まあ、配列でフォーブンする場合、これですね。レッドアイテムオブの配列。で、アイテムを表示させると、こんな感じで配列の値をフォーブンで、あの、やることができます。はい。そしたらですね、配列オブジェクトについて見ていくんですけど、これはですね、まあ、分割代入の方法を見ていきます。 で、この配列オブジェクトは分割代入っていうのができて、何かっていうと、まあ、これですね、アレイ1に例えば123っていう配列を入れます。で、n1 カンマ n2 にこのアレ1を代入します。つまり配列をこんな感じでカッコをくくったやつに代入するとどうなるかっていうと、この n1 と n2 の値は12になります。なので、この123の一番最初とその次が代入されましたと。で、 じゃあこの N3 と N4 って感じで、この N4 にこのスプレッド構文を使ったらどうなるかっていうと、こんな感じですね。N3 には1が入って、N4 には残りの配列が入ります。でですね、これはオブジェクトに対してもできます。はい。で、分割代入、オブジェクトにもできるんですけど、オブジェクトの場合はこのカッコをオブジェクトに合わせて、ちょっととんがったやつにしてください。で、オブジェクト1を ID1、ユーザーネームタローとして定義します。こんな感じですね。 オブジェクト1をこのカッコで ID とユーザーネームっていうのに入れると、それぞれ ID とユーザーネームにこの1と太郎が入ります。で、ID にユーザー ID で、このドットドットドットスプレッド公文でレストってやると、こんな感じで、この ID の部分ですね。ID の部分をユーザー ID に変えて、このユーザー ID っていうのに実際に ID の値が入ることになります。なのでユーザー ID に1が入って、 で、その残りの部分はオブジェクトとしてユーサーネームの太郎が入るって感じで分割代入を行うことができます。はい、続いて配列のメソッドなんですけど、まあここでは基本的な配列のメソッドについて解説していきます。で、例えばですね、配列要素の追加と消去。で、例えば最初に123っていう配列を定義します。で、アレイのドットプッシュ4ってやると、4が配列の後ろに追加されます。 で、ドットポップってやると、配列の後ろがチョークされます。で、ドットアンシフトゼロってやると、この左側にゼロが追加されます。で、シフトってやると、左側から1個抜けるって感じで、まあ一番後ろと一番手前のものを追加したり消したりする、あのメソッドになります。で、続いてなんですけど、スライスについて解説します。スライスはですね、まあここからここまでっていうのを取ることができます。 実際に見ていくんですけど、このフルーツにアップル、バナナ、チェリー、デイト、フラグっていうのを入れます。で、この値を入れて、まず、これですね、フルーツトスライスで1から3をスライスするとどうなるかというと、バナナとチェリーが取れますと。これはゼロスタートで1から2、3まで。で、この3は含まないので、バナナとチェリーが入ってるっていう感じになります。で、続いて、この、 フルーツドットスライス2ってやると0、1、2のチェリーから全部になるのでチェリー、デート、フラグっていうのがあの取れます。で、次にマイナス2だと後ろから2番目からだからデートとフラグが出てきます。で、次に1からマイナス1だと0、1番目のバナナからこのマイナス1は最後ですね。で、最後は含まないのでこんな感じでバナナ、チェリー、デートの3つが出るって感じで ま、ここからここまで持ってきてねっていうのをスライスメソッドで、あの、取り出すことができます。で、続いてですね、文字に結合することができます。これは何かっていうと、フルーツドットジョインで、このカッコの空白で、一個一個を、この区切るとこんな感じでですね、アップル、バナナ、チェリー、デート、フラグっていうのが、このそれぞれ、あの、文字列で結合するんですね。アップル、バナナ、チェリー、デート、フラグっていうのを文字列として結合して、 で、その一個一個の結合をこのカンマと空白で区切るっていう感じで、これだから一個の文字列になってます。なので、こんな感じでタイプ Of のフルーツ .json で、あの、見てみると、ストリングになっていることがわかります。つまり、配列を文字列にするのがジョインです。で、その区切りを何でくっつけるかっていうのが、ここの指定になります。 データサイエンス研究所。はい。それでは最後まとめですね。今回は配列の基礎ということで、まあ配列の基礎とオブジェクト。まあこれはあれですね。スプレッド構文と、あとはメソッドについて解説していきました。はい。いかがだったでしょうか配列の基礎について。もしよろしければチャンネル登録、高評価、コメントでぜ,ぜひお待ちしております。それではまた。バイバイ。